それというのは今そのアメリカと喧嘩しているファンウェイが、はい、その、ドバイ、UAE の中でも広がっているということなんですが、日本はあのアメリカとのこう関係をいつも政治の中でも重視していると思います、うん、そういったあり方がその、中東での日本企業の、こう発展を阻害しているとかいうことはあるんですか。まあ、間接的にはあるんじゃないですかね、うん、中東においてのアメリカの影響力というのはこの2003年から、20年ですか、うん、ご覧になられてこうやはり変わってきているとお考えになりますか。アメリカの影響力ですか。はい、どうですかね。まあ当然、まあ、この UAE、ドバイ、UAE においては、はい、まあ、親米政策は取ってますから、はい、特にその圧力とか問題があるわけではないんですけど、はい、まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、わかんないけど、まず地理的にアメリカが遠いですよね。はい、どっちかっていうと、やっぱりヨーロッパ、はい、欧州の方が近いですから、はい、ドイツ、フランス、イギリスの影響力がやっぱ強い感じがしますけどね。ただもちろん、なんて言ってもアメリカは世界の大国、経済大国ですから、はいはい、当然、進出というか進順はしてると思いますけど、はい、あんまり目立った動きというのは感じないですけどね、アメリカっていうあれが。なるほど、うん、その、UAE や中東圏の中でこの日本がもう一度影響力を持ったりするためにはどういったことを取り組めばいいと思いますか。それが一番難しい質問です いろいろ、はい、一つにはだから、はい、政府の、はい、まあ、もちろんね、現政府でも、はい、首相からいろいろ外務大臣から来て、はい、会談なりしてますけど、はい、まだなんかこう中東に対する姿勢が弱いっていうのかな、まあ、はい、当然日本はずっと今も昔もね石油依存してますからね、はい、中東に、はい、だからもっと違う意味で経済的に進出なり貢献なりしてもいいんじゃないかとか、はい、あるいはこのローカルのアラブ人の人と話しても、はい、なんで日本はその出てこないんだみたいなね、はい、いうようなことを言われますよね。で、まあその時に、はい、その先ほど言ったドバイショックの影響があって、はい、日本人っていうかこう、ね、守りに入るとこうぐっと引っ込んじゃうから、はい、イケイケの時はいいんだけど、はい、なかなか企業としてもこうやっぱりどうしても中東っていうのは遠いっていうイメージがあるんですかね、日本人にとっては、はい、日本にとってはなかなかこう発展というか進出する気配が見えないですね。うーん、今もう中国勢、韓国勢に言ったように、はい、押されてるって感じで。なるほど。実際に今大谷さんがそのアシストされてる方々やな中には日本の、起業家の方とか日本の企業の方がいらっしゃるんですか。まあ日本企業っていうよりも ほぼもう個人か、はい、もうほんと小企業的なものが多いんですけど、はい、最近の傾向として、はい、若い方でね、はい、仮想通貨等々で、はい、あるいは投資でね、はい、まあ、大きく稼がれて、はい、こっちに来て、はい、まあ、結局税制の問題で日本だとね、はい、下手すると 50% 以上の税金持ってかれるところ、はい、ここは一応所得税がないですから、はい、もうそれもあってこっちに進出というよりも、はい、こう移住を希望で来たりとかね、はい、でそのために不動産投資したりとか、はい、会社設立して、はい、まあ、ぶっちゃけそんなに大した事業はやってなくても、はい、まあ、その日本から持ってきたお金でね、はい、税金持ってかれない分、はい、
っていうような若いいわゆる起業家っていうんですかね、はい、は増えてますね。新富裕層という、そう、中田さんの YouTube 番組で拝見したんですけど、そういうんですか。そうですね、もうまさに、はい、本当にね、はい、もう最近会った人でも、はい、もう30代40代なんて当たり前で20代とかね、はい、あのまあよく言うとあの 大学生で起業したりとかね、はい、これらめもうすごいのは高校生で来ましたから。高校生ですか。面白いですね。じゃあ今までのそのゼネコンの大手企業のというようなあの存在ではなくて、そういう方々ではなくて、全く個人で仮想通貨での利益を上げられた方がドバイに、ドバイに来てますね。そうですか。さっき言ったようにそのまああのなんですかあの、ドバイの領事館が発表している、はい、まあ対あの対こちらの日本人がね、はい、日本人人口が3000人ぐらいと言われてますけど、はい、その実質上は5000人6000人じゃないかって言われてるうちのその部分っていうのは、はい、その今おっしゃった新富裕層なんですか、はい、若い人が多いですね。そうですか。そういう新富裕層の方々はあのご結婚されてドバイに定住されたりする方が多いんですか、それとも独身で、まあ、結婚してる人もいるけど、いや独身のが多いんじゃないかな。で結局彼らはだからそういう形でお金儲けができるから、はい、別にね昔のように、はい、いい大学行っていいあの企業に入ってとかね、はい、そういう感覚というかあれがないんですよね、はい、大学なんてまあ行っても大した役に立たないと、はい、でそういうパソコンでね、はい、仮想通貨でもう本当にね普通のサラリーマンが一生かかって、はい、あの稼げないような額をポンって稼いじゃうわけですから、はい、だからもう本当にこう生活様式というか人生設計が全然違ってますよね。私たちが若い頃、はい、普通の、はい、あの俗に言うとこの、 あのいい学校行って大学行って、はい、いい会社中あの、ね、はい、入って、はい、というそういうレールを引かれたレール行くはないで、はい、もう大学下手したら高校もそこそこにして、はい、あの金儲けに走ってて、はい、で実際儲けて、はい、ドバイなんかに来ちゃうような人たちが増えてますよね、はい、そうなんですか。そういった方々が新しい日本人街みたいなものを作ってもいるんですか。まだそういった交流は横つながりではないんですか。まあ、いやあの、まあ、あのグループ的にはね集まったりしてますけど、はいはい、まあこれはオフレコにしても構いませんけど、はい、今日本でいろいろ物議を醸している、はい、あのガーシーこと東谷参院議員がですね、はいはい、あのそういうプランを持ってまして、はい、そういう、まあ、日本から、はい、あの来ているあの仮想通貨でお金を儲けたり、あるいは、はい、まあ、お金あるないかかわらず、はい、海外に出てきて起業をしようとかね、はい、ビジネスをしようっていう人が増えてるんで、はいはい、そういう人たちを集めてね、はい、まああの世界的に言うところのチャイナタウンとか、はい、あのコリアンタウンとかね、はい、まあ、日本人だったらあのロサンゼルスの日本人町とか、はい、リトル東京みたいな、はい、のを作ろうっていうプランをね、はい、彼が言ってるとネオ東京プロジェクトっていうのかな。面白い。ぜひ参加させてください。どのあたりになるんですか、ネオ東京は。まあ、一応基本的にはドバイを考えてるんですけど、彼は、はいはい、だけど、まあ、ちょっとあの私個人的な話になりますけど、あのガーシー議員に、はい、あの私が住んでるラッセルカイマーの、はい、王族の王子たちを紹介した手前っていうか、はい、そのラッセルカイマーに、はい、そういうコミュニティをできたらいいねっていう話もしてくださって、ちょっとラッセルカイマー一度滞在中にお伺いしたいですね。でまあ、ラッセルカイマーっていうのはこれもちょっとあの、はい、宣伝になっちゃいますけど、はい、あの2026年に、はい、カジノができるんですよ。2026年、あと3年後ですね、うん、はい、もうこれはもう最近もニュースになってましたし、はい、もう今年去年の暮れぐらいから発表されたことで、はい、であの
アメリカのラスベガスにある、はい、あとモナコか、はい、モナコじゃないや、なんだっけ、マカオか、はい、マカオにあるまあ、いわゆるカジノ会社のウィンリゾートっていうのが、はい、ラスルカイマーの今開発してるリゾート地域に、はい、カジノ建設をすると。ああ、そうなんですか。はい、じゃあ、まあ、UAE の中でのそういう流れで、だから、はい、まあ、元来ね、はい、まあ、UAE というか、まあ、中東全体的に、はい、まあ、イスラムの国ですから、はい、ギャンブルは禁止されてるんですけど、はい、まあ、一応ちょっとこう島の中っていう埋め立て地みたいなところに作る、一種のちょっと治外法権的なあれで扱いでギャンブルをできるようにして、はい、その海外の、はい、カジノ会社が開けるというのが決まってまして、まあ、それに沿って当然不動産のあれも価値も上がってますし、はい、いろんなそれに関わるまつわるね、はい、レストラン等々の飲食業とか、はい、新しいそういう事業が、はいはい、増えていくと思うんです。なるほど。当然雇用のあれにも助かりますし、はい、だからそういう中で、はい、東谷さん議員が言うように、はい、その日本人も増やして、はい、そのちょっとしたコミュニティを、はい、日本人コミュニティを作ろうと、はい、でその中にはね、はい、IT ですとか、はい、IT に長けた、はい、まあ、今私は正直詳しくはないんですけど、はい、Web3 とか、はい、NFT とかね、はい、メタバースっていうのに、はい、長けてる若い人たちが多いんで、はい、いろんなそのビジネスチャンスっていうのが生まれてくるんじゃないかな。なるほど。そういった新しい展開をの UAE の中で日本人が一緒に行っていくということを仕掛けられたら、今まで の, その国家的なゼネコン事業に入り込むということともまた、まあ、残念ながらその既存の大企業に今はね、はい、頼れないですよね。海外から見てると、はい、まあ、ちょっと話が逸れちゃいますけど、はい、どうしてもその、まあ、コロナの影響も含めて、はい、日本におけるその閉塞感というんですかね、はい、そしてそのなんか世界から見て、はい、コロナ対策一つとっても立ち遅れてる日本の政府や、はい、まあ、企業も含めてね、はい、社会がなんかこう残念な風に見えるんですよね、はい、ああそうですか。だから若い人たちには、はい、日本を捨てて海外に行こうと、はい、来てというのが、はい、私も東谷議員も、はい、まあ、ドバイに住んでいろいろ事業をやってる我々としては、はい、望むところですね。若い人たちに期待するという。はい、確かに日本は30年間デフレとか言いながら、もう30年どころじゃなく、それが35、40年とずっと停滞したままで、先が見えないですね。新陳代謝もされないまま、その人々はそれに反骨するというパワーもなく、その考えないようにしようというふうに衰退しています。で、それは私もすごく懸念をしていて、日本文化や日本食大好きなんですけれども、その中で果たして一生、命をそこだけでこうやるべきなのかなって思った時に、自分自身も海外展開をしていきたいというふうに考えていまして、まだどの国にするのかっていうのは確定はできてないんですけれども、ぜひこのドバイにも拠点を持って、私の夢は、あ、満月が綺麗ですけど、私の夢は世界中で文化発信の拠点を9カ所作るっていうことが目標あるん で, で、ね、そのうちの一つとしてぜひ今回のワールドアートドバイさんに出展できるというチャンスを生かして次につなげていきたいなと考えています。ただちょっとまだ私のプランは漠然としているものですから、そのちょっとリトル東京プロジェクトにアーティストとして参加させていただくとか、あとその、日本のメディアともつながりありまして、雑誌ですとか、地上波テレビラジオでの発信とか、この日本の中でのコミュニティをつなげながら、こう
リトル東京プロジェクトをなんかこう継続的にコンサルの一人として入れていただくってことはできないですかね。じゃあこちらこそお願いしたいと思います。本当ですか。私結構使い勝手がいいですよ。あ、そうですか。はい、大企業さんはこのコロナの中でどんどん勢いを落としているというところがあると思うんですが、なんやかんやと、まあ、トラブルは毎日起こるんですけど、今日もなんですけど、でもこう人の信頼とか和だとか絆、そしてその、資金規模も含めてこの和が広がってきてるんですよね。ですのでなんか日本をこのまま衰退してるのはただぼーっと指くわえて見てんのっていう話があって、それが嫌なんで、でたといってもおそらくそれは日本の中だけで行うのではなくて、まあ、ガーシー議員もそして大谷さんも海外でこう実際に活動されている方々とうまく連携を作りながら活路を生み出していくということなんだろうと思ったんですよ。ちょっと話がそれるかもしれないんですけど、この間シリアの地震の支援についてナジーブ・エルカシュさんっていうそのシリアの、ジャーナリストで在日本シリア人ジャーナリストのナジーブさんとお話をした時にすごい感じたことがあって、でその国家が、自国民を攻撃をしたり破綻をした時にこのその国家の中の人々をこう助けたり救ったりするのは実はその海外にいる、シリア人の方のコミュニティなんだっていうことを感じたんですよ。でアメリカにもシリアの中でもその、ハイソサイエティの方々はアメリカにも留学されたりイギリスにも留学されたりして各分野で成功されて一流の人脈も持っておられて信頼も持っておられると、そういった方々がいざ地震や空爆の後の支援として、入っておられると。でその中の一人がメディアとして活躍するナジーブさんだということも感じたんですけど、私それが日本に透けて見えたんですよね。おそらく今日本も同じように空爆はないけれども大きなパンデミックの被害もありますし、人々のもう電車乗ってると毎日ですよ自殺が。私なんてめったに電車乗らないぐらいなのに乗るたんびに遅れるんですよ。やはり経済的な破綻と精神的な崩壊といろんな問題の中で希望がないです。でそういった状況をこれも一つの戦争であるというふうに捉えてまして、でそれを活路を見出すのはおそらく海外にいるこの日本の中にも愛情を持ってくれてる方々が何か再建の道を作るんだろうというふうに思って、なんかシリアは日本に似てるなってこの間すごく感じたんですよね。なので意識的に日本国内にも拠点があって、で国内でもいろんな団体も作ってるし、やっぱりみんなに愛情があります。なのでなんとか本当はたくさん仕事を作ってなんか人生を諦めないで生きていける状況を作りたいなって思っているんですけど、それを国内だけじゃなくてやはり世界とつながってやっていくということをもっと意識的にしていかなきゃいけないと思っています。あともう一つはガーシー議員が確かこの間この日本のジャパンエクスポみたいなものもドバイで行おうというのもアラブニュースか何かで出てたと思うんです。で日本は文化をもっと韓国ぐらい国策として応援しながら展開をしてほしいんですね。でサウジアラビア、中東といえばサウジアラビアでリヤドシーズンができてもうテーマパークとして大成功されて、その中で一番大きなエリアがの日本のアニメのエリアですよね。でそういったところにまだ2年前に音楽がスタートしたぐらいにエンターテインメントがまだ初心者なサウジアラビアにあんまりその日本の大手の企業さんとかの協賛とかエンターテインメントを組織的に押し込もうとする力が見えないんですよ。国会議員さんとも話すんですけどみんなそのことすら知らなかったりする。でそういう時に最初に入り込んで根を張って
でちゃんと利権も作った上で仕事を作るっていうのを誰かやっていかなきゃいけないんじゃないのって思っていて、で今あの映画撮ってる主人公の源さんが、去年